お前批判してたじゃん。なんか光とホリエモン手のひら返し。あ、美味しかったです。全然もう焼肉の本当に、はい、まあ、究極系というか、はい、あれだけ言われて大炎上したんで、言うてたやん。変なの出してくるわけないでしょとは思ってました。だから期待してきてましたよ。よかったよかった。味はもう期待通り、はい、ちゃんとね、まあ、入られて、いやもう本田君もプロ中のプロも入られて、めちゃくちゃこだわってくるんだろうなとは思ってたんですけど、最初からなんでできなかったの。いやそれはほんまにあの僕の取り組み方が、うん、やっぱ人任せやったし、もう、うん、もう初見で味は食べたいし内装も見たいで楽しみにしとくわとかいう、なんか自分のお店なのに他人事の接し方をしてた。なんか途中手震えてたもんね、ずっと。いやびっくりしたから。メニュー見た段階で、あ、これちゃんとしてるなっていうのは分かりました。ツイートもしてくださった。ツイートが、はい、詳しい。あ、ちゃんとしてるなって。、はい、そしたら俺に批判来るっていう。お前批判してたじゃん。なんか光とホリエモン手のひら返し。別に手のひら返しも何も別にそのいいものはいいって言いますよね、はい、ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。